ではこれから、特徴ベクトルを用いた全文検索についてということで、自然言語処理術技術の福島が発表いたします。参考文献にしたのは以下の文献となっております。で、前回の復習として、特徴ベクトル法というのは、流れとして文章の集合のすべての集合から文章から、単語シグネチャーと文章シグネチャーを作成して、検索単語にもについても単語シグネチャーを作成して検索単語シグネチャーと文章シグネチャーを用いて検索を行うという手法でした。で、今回は、検索単語が複数の場合について紹介いたします。で、複数の検索単語である場合については、一つの場合は単に検索単語シグネチャーと文章シグネチャーで論理積を取ることで、判定を行っていました。しかし複数の場合は前処理として複数の単語検索単語を論理演算子で、表現することで一つのクエリとする必要があります。例えば例で言うと、サーチとアルゴリズムっていう検索単語で、例えば、サーチとアルゴリズムは同時に出てほしいとか、サーチとアルゴリズムがどっちかでもいいから出てほしいっていう考えで、まずどちらも出てほしい場合なら、and で表したり、どっちか一つが出てきてほしいなら or で表すなどといった、表現で、クエリとします。で、その処理が終わって一つのクエリになったらということで、論理演算子に従って処理を行って検索を行います。基本的な流れについては検索単語は一つの時と同じで、まずは検索単語について、単語シグネチャーを作って、それで、文章シグネチャーを照合して、フォルストループレゾリューションを行うといった形になっています。まず、and 演算子による検索では、検索単語の単語シグネチャーについて論理バーを取って、これを文章シグネチャーこれと文章シグネチャーの論理積を取ることで、それを、検索単語シグネチャーと比較することになります。もし一致するなら逐次検索を行って全ての単語が出現していると確認できれば、条件を満たしていると考えます。で、例として、検索単語としてサーチ&アルゴリズムとなっていますが、これを以下の5つの文章に対して行うとします。で、それぞれの文章シグネチャーは、このようになっていて、また検索単語シグネチャーは、このようになっているので、その論理を取ることで、下のような検索単語シグネチャーになります。それで、論理積を取ることで、D の3と D の4について、同じになるので、逐次一致するということで、そこを D の3と D の4について逐次検索を行って、そうすると、D の3にも D の4にもサーチアルゴリズムが入っている、どっちも入っているということで、条件に当てはまるとして、返します。次に、or 演算子による検索について説明します。この場合は、単語シグネチャーの処理は and と同じになっています。つまり、論理を取るような形になっています。で、その単語シグネチャーをビット反転させて、それと文章シグネチャーの論理積を取って、検索単語シグネチャーと比較するような形になっています。それで、不一致するようならば、逐次検索を行って検索単語のうち一つでも検出されるなら、条件を満たすと考えます。次に not 演算子による検索については、単語シグネチャーの処理は一つの検索単語の時と同じで、文章シグネチャーと論理積を取って、検索単語シグネチャーと比較して不一致なら、条件に当てはまるとして、一致した後も逐次検索を行って、検索単語が出なければ、条件を満たすと考えます。で、例として、検索単語1では、or を使って、検索単語2では、not を使ったような
ものを考えます。で、まずキーワード1について見てみると、アルゴリズムとサーチはこうなっているので、論理話を取って、このような感じになります。また、キー2のシークエンシャルについて、単語シグネチャーを求めるとこのようになります。で、文章シグネチャー以下のようになっていて、まずキー1の方で言うと、単語シグネチャーはこうなっているので、ビット反転したものをが、下のその下のようになっています。で、まずそれを文章シグネチャーと照合して一致するか確認します。すると、D2 だけ一致することが確認できるので、D2 以外を逐次検索するというような形になります。で、その結果、D1 と D3D4 が条件に当てはめることが確認できます。 D1 ではサーチがありますし、 D2 でもサーチありますし、サーチもアルゴリズムありますし、D4 でもサーチアルゴリズムありますし、 D5 だとアルゴリズムが入っているような形になります。で、キー2については、合っているかどうか確認するということで、D4 と D5 は不一致ということで、まずそれが条件に満たしているとして、他のものについて、逐次検索を行う必要がありますが、それを逐次検索を行うと、D1 と D2 にもシークエンシャルは入っていないので、結果としては、D1 と D2、D4 と D5 が条件に当てはまることが確認できます。で、そして、クラス分けというのがあって、これは、複数の演算子が使われたような、検索単語について、行うときに、検索単語シグネチャーと文章シグネチャーの照合結果によって、3つの文章集合に分類することによって、逐次検索の回数を減らせるという手法になっております。そのクラスは True クラス、Undef クラスと、False クラスに分かれていて、 True クラスはクエリを満足する文章、 Undef は、クエリを満足するか否かを未確定な文章、 False クラスはクエリを乱さない文章となっております。で、それぞれ、クラス分けされた後のに、論理演算子を使った場合の、それぞれ当てはまるクラスを、書き出すと下のようになっております。で、実際にそれを例に沿ってやってみると、まずキー1として not sequential、今後は S1 と表記しています。で、キー2として search、これは S2 と表示して、とはアルゴリズムということで、A と表示させていただきます。で、キー3としてキー1とキー2の and を取ったような形になっています。で、文章は以下の5つのような文章を使っています。まず、文章それぞれについて、キー1とキー2で、結果を出してみるとこのようになります。なぜこのようになるかについては、not sequential については、D4 と D5 はもうないというか確定して、先ほどのこれでキー2が見てみると、一致してないということで、つまりそれがもう正解だということで True の方に分類されるので、あとは逐次検索を行う必要があるので U ということで UNDEF になっています。逆にこっちは先ほどの例で言うと、D2 以外を逐次検索するというなっておいて、D2 はすでに排除されるということになるので、D2 はフォルスで、それ以外はアンデフのクラスに分類されます。で、これのアンドを取るということで、先のことの表を使うと、D1 であればアンデフとアンデフなので、アンデフで、D2 であればアンデフと、フォルスアンドなので、アンデフとフォルスの間は、F フォルスになっているので
というのを繰り返していって、D4 であれば T とアンダーな、アンデフなので、T とアンデフを見ると、U になっているので、以下のようになります。つまり、これで言えば最終的に言えば、4つの文章について逐次検索をすればいいということがわかります。これを、最初の状態と比較すると、こちらは、最初の状態だと、ノットの方で3つの文章について逐次検索、OR の方では4つについて逐次検索で、計7つの文章を何回、逐次検索を行うなければならないので、明らかに減っていることがわかります。で、次に、分割管理 による特徴ベクトルの構成法ということで、文章中に削減が多くなった場合に、文章シグネチャーのほとんどのビットが1になります。で、このようになると、文章の特徴が分かりになって、フォルスドロップが増加します。例として、先ほどの5つの文章がもし1つの文章になったとすると、このような文章シグネチャーになって、結果が分かりにくくなる。フォルスドロップが増加します。で、そのための解決策として、逐次シグネチャーファイルというものがあります。で、これは、文章をあらかじめいくつのブロックに分割して、ブロックごとにブロックシグネチャーというものを作成して、これらを連結させて文章シグネチャーにしたものとなります。数式で表すと、下の2つの式のような感じになります。W は単語、 D は文章、 B はブロック、 シグは、ブロックシグネチャーを表します。で、例にすると、D がこのような文章になっているとして、それを文それぞれ、1行ずつブロックに分けます。それを、それについて、文章シグネブロックシグネチャーを求めると、先ほどの文章シグネチャーと同じようになるので、このようになります。で、それを上から順番に、格納していくということで、逐次シグネチャーファイルは、左のこのようになります。で、この逐次シグネチャーファイルによって、検索単語がどこにあるかは分かりやすくなった、特徴は分かりやすくなったということになります。しかし、このままだと、先ほどの5つに対して、逐次検索を行い、照合を行わないといけないので、検索に時間がかかることになります。その対処法として、特徴ベクトルを分割して管理することで検索しやすくということになります。その方法として2つ、ビットスライスとシグネチャーファイルと FP 分割シグネチャーファイルというのがあります。で、まず、ビットスライスとシグネチャーファイルについて紹介します。これは、各ブロックシグネチャーのビット1ごとにビットスライスと呼ばれる単位でシグネチャーを格納するということになっております。例として、先ほどのブロックシグネチャーを例にすると、1,2,3,4,5 と、このようになってますけども、それを、各ブロックシグネチャーの1ビット目、2ビット目、3ビット目、4ビット目、5ビット目 と、1ビットずつ分解していって、それを横に並べるということで、矢印の色の通りの順番に、転置させるような、感じのものになります。で、これをどうやって検索に生かすかということで、キーワードとしてフルというものを使って、検索したいみたいと思います。で、この、検索単語シグネチャーは、このようになっていて、1が8ビット目にあるので、この PS3 に、8について、検索単語シグネチャーと比較することで、結果が分かるようになります。で、左から1ビット目のみに一致するということで、左から1ビット目というのは、先ほどのブロックシグネチャーの1の、ものであるから、B1 のみについて逐次検索をすれば OK ということで、他の文
文章を、逐次検索する必要がないということで検索量を減らすということになります。で、この方法は、検索単語シグネチャーが1とになっているビットが増えても、まあ、同様のことができます。例えば、この単語検索単語シグネチャーに、1が2つになっても、そのビットのところにを両方とも参照して、まあ、合っているかどうか確認することで、まあ、同様のことができます。で次に、FP 分割シグネチャーファイルということで、各ブロックシグネチャーの先頭数ビットをセットビットというんですが、これをで、ブロックシグネチャーをグループ化して分割管理を行う方法となっています。これを、フィストプレフィックスというんですが、まあ、これを用いて、ブロックシグネチャーを分割管理するという方法になっています。例としてセ、先ほどのブロックシグネチャーを使うと、0と1でセットビットを分けて、それをそのセットビットごとに、まあ、グループ化して分けるというような管理方法となっております。で、今回の発表内容として、特徴ベクトルの検索として、複数の検索ワードの場合の検索ということで、演算子を用いた検索方法とクラス分け、分割管理による特徴ベクトルの構成方法として、逐次シグネチャーファイルとビットスライスとシグネチャーファイル、FP 分割シグネチャーファイルについて紹介いたしました。これで発表を終わります。